時から大体9時朝9時から9時、うん、お店は11時、うん、だから朝早い頃は目でも目作る、うん、まあ大体目がスタートは遅めんでと一めんで2つある。お店は11時から朝3時半までラストオーダー、4時まで4時まで、そうです。私は7時まで、あとは7時から奥さん、奥さんは朝まで、あ、夫婦で交代、そうそうそう、あ、夜中結構忙しいわ、全部奥さんの常連さん多いわ、もうお店はもうほとんど、今年は39年39年、私はもうこっち18年2004年から時々手伝い、でも本当はその2007年からもうずっとよ。日本に来るきっかけは何だったの？この奥さん、奥さんあった奥さんから、奥さん、奥さんとの出会い、そうそうそう、知り合いの、うん、初めて奥さんあったはタイ、タプケット、あそこで会って、そうそうそう、私そこの時は遊びに、奥さんはちょっとなんか勉強みたい、勉強タイ語勉強なんかやりたかった向こう、でも多分できなかった、日本帰った後、あと何ヶ月後私もこっち来た、もう2000、それ2004年そうですね。美味しそうですね。めちゃめちゃ美味しそうです。メニューはもう全部ジャニーさんが考えてる。ああ、それは一緒に、まあ、そのイタリアっぽいわ。スタートは油そばは初めて。あ、最初は油そば。油そば、そのイタリアとイタリアチーズは。そのパルミジャンチーズとか、それは全部すごい人気は、それは。あと、どんどんジェノベーゼ来た、あとそのバジルペースト。はい、あと味噌ポナータ、味噌とトマトソース、味噌ポナータ、カポナータ、そうそうそう、あと味噌ラグー、ラグーとそのミートソース、はい、白のミートソース、あとあるローママサソーバ、ローマとなんかちょっとカルボナーラにて、生ハムと生卵、はい、あとアサイドメニューはあるそのモッツァレラ餃子、モッツァレラ餃子、そうそう、今作るもんです、はい、あとはサルシッチャ餃子、サルシッチャ、イタリアンソーセージとモッツァレラと、あ、餃子の中にサルシッチャが入ってる、そうそうそう、へえ、美味しそうですね。
最初油そばで人気が出て、うん、そうそう、あと醤油はジェノベーゼ、塩のベースとペースト、はい、ジェノベース油そばの次がジェノベー ゼ, ジェノベース その時はラーメンの麺は、まだ作ってない自分で、もう私たち自分で作ったは2011年から、今日は手作りの麺、そうそう、もうみんな好き、私の麺作ろう、その太いやつ、その毎日はこっち作る、毎日はこっちはその太い、こっちは細い、こっちは太麺で、太いはその小麦粉だとちょっとセモリーナ、グラムセモリーナ、そうそう、グラムセモリーナ、これはその、それはその同じ小麦粉違うと、全粒粉、全粒粉、グラムセモリーナと全粒粉で、なんかそばみたいな、カリオリーヌみたいな、そういう感じですね。ジャニーさんローマで生まれたんですか？ローマで今56、今56ですか？そう、2004年でだから37歳まで行った、37歳までローマに行って、そうそう、でプーケットで奥さんと、そう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 、で
日本に。そう、あとその時奥様はそこではなんとかなんかこのビジネスしたかった、その時だから行って向こうちょっとタイ語勉強でもビジネスあんまりよくない、すぐもう帰っちゃった、うん、私またそこで行った。あと彼女2004年7月こっちに帰った。私9月こっちに来た。もうあれからもうずっとこっち。奥さんびっくりした。私そのプケットから日本来た。あ、何も言わずに来たんですか。いや電話、いやもう明日来る私。えあとこっちに来た。もう私何でもないですよ。ショットパンツ、これはあと冬のもの何でもなかった私。そのまま来たんですか。そう、そのままプケットからこっちに来た。でその時はもう日本に住むことを決めて、もうとりあえずはもうその時ビザは3ヶ月だから、まあ、とりあえず3ヶ月いる。もし何もできないわ、よもうイタリア帰る。会いたかったから来ました、ね、うん、でもあれからもう19年それからずっと。お店は多分1984から、うん、でもその時はもうお店すごい忙しい。奥さんこっち仕事いっぱいスタッフあって、私まあこっち何でもこっち仕事しなかった。イタリア料理ってそのイタリア料理屋さんで働いて、そうそうそう、ウェイターウェイターウェイターで、あと急にこっちは一人スタッフはもう、中国帰るもうできない。奥さんあしたできるこっち仕事を、まあできるわ、大丈夫。その時はその中国人では彼はいつも朝私来た1ヶ月だけ勉強一緒に私しよう。その1ヶ月あと彼帰ったら私も急に一人はこっちの仕事。あ、お客さんびっくりしたわ、結構多かった、見た私もうお店の中に来なかった。お、これびっくりした、もううちも来た、もう何回やって、その時、もう分かんない、怖いわ、むしろびっくりしたよ。ヨーロッパ人のラーメンやってる。もうすごいその時ストレス、私、あ、もう私もうやめるわ。日本語もその時は喋らなくて、うん、まあ、この注文だけ分かるわ、そのラーメンとか餃子とか、名前だけ。そう、まあ、でもその時はもう私ステスばっかりだ。まあその大変だわ、まあ、大変だ、その、まあ、すごい奥さんすごい手伝いは、もう何でも手伝い。大変だわ、その私喋らない日本だから、それだけ大変だ、うん、言葉が大変だった。そう、その言葉だけ大変だ、うん、みんな日本人にあるイメージはイタリア人みんな仕事しない、でも仕事するイタリア人イタリアすごいシエスタ、シエスタなイタリア人スペインですよね。そう、それスペインには、でもイメージはいつもイタリアは3時間シエスタないわ、それはその時に日本でラーメン屋さんするって想像してないわね。本当に私その時はあと1年後は日本住んでるないわ、それは私考えないですよね。全然考え、日本の考えないわ、なんかすごいですね、人生ね。え、私もびっくりしたあ、パルミジャーノ、そうそう、すごいですね、こだわってます、こだわりがね、今すごい高い、急に高い、ね、高いでしょ、これでも美味しいですよね。美味しい、私大好き。これは辛味噌のトッピング。あ、チャーシュー、チャーシュー、その。要はサルシッチャ餃子は、これは。餃子、サルシッチャ餃子。イタリアンソーセージ、モッツァレラ餃子。サルシッチャが入ってる。そうそう、とモッツァレラ。モッツァレラ。サルシッチャとモッツァレラ。そうそうそう。これも今すごい人気は。寒いじゃん、今日ね。寒いです。寒いです。そうだね。すぐ分からなかったわ、神ちゃん。
はい、と醤油ですね、はい、ありがとうございます。お母さんも送ろう。でもお母さんも昔、本当に昔の常連さ。お店をやってて、一番楽しい、嬉しい時とかってどういう時ですか？まあもちろん一番嬉しいはお客さん来る、あと一番嬉しいお客さん来る、最後はあうまかった、美味しかった、ありがとう、それは一番嬉しいわ。それ一番いいよ、仕事。夢はあるんですか、これから？まあ、夢は沖縄住みたい。沖縄住みたい。沖縄に住みたい。そう、その仕事終わったらもう70歳、70過ぎはもう仕事を辞めた。沖縄住みたい。じゃあそれまで頑張らない。ね、そうだね。そう。
Ciao.中辛ラーメン、中辛ね、中辛、うん、つけ麺もらってみたら、つけ麺、はい、これはマスターの店、5年ぶりだよ、5年ぶり、5年ぶり、うん、そう、もう5年、田舎に引っ込んじゃってたから、マスター変わんないよな、そう、もう5年や、やばいかな。大体今ぐらいに来て、はい、引き継ぎというか、そうですね、はい、はい、ね、今日はちょっと疲れるな、ね、この際あといつもジム行く、でも今日はもう行かない、この後ジム行ってみせる、そうそう、今日はバス、明日行く、
知らない。かわいい、なんか星だ。星かわいい。じゃあジェノベーゼからいいですか。はい、そうですよ。ありがとうございます。じゃあ味噌ポナータです。プリミティード。メラミタリア。すごい元気になるわ。彼女、食べ物うまいわ。料理が上手。料理うまい。だから今ちょっと太った。太ってるわね。いつも美味しいわね。彼女作るわ。いつも楽しい夜。さんから見て、うん、ジャニーさんどんな方ですか？真面目な人。真面目なんですか？真面目だよ。だってこんなところでさ、ラーメン屋をもう十何年もやってんの。真面目だよ、うん、なんかみんなが考えてるイタリア人のイメージとは違うと思う。楽天的だけど、うん、はい、楽天的でもあるし、楽天的でないところもあるんだけど、うん、基本的には真面目ですよね。真面目だよ。だって私がもしイタリア行ってさ、ちょっと都会から外れるところに住んでさ、あれもこれもイタリア語でなんかできないもん。一番最初がそういう印象でしたか？真面目な人。いや、そうでもないよ。やっぱ若いからお互いに。でも真面目だと思う、うん、していくうちに真面目な人だな。だってやっぱりこういう小さい商売って基本的に真面目じゃないとできないよ。基本的な根本的なところが真面目じゃないと。根気がないとね。真面目っていう、そうだね、根気がないとね。ジャニーさんに、うん、では何でしたっけ？真面目さんつけて、それは却下だよ。何言ってね。西東京市に骨をずっと埋めてもらうよ。沖縄じゃなくて。ああ何を言ってんの。一番最初だから、まだジャニーさんが来る前はラーメン屋さんだったんですよね。今もラーメン屋ですよ。何をおっしゃってるんですか。ラーメン屋さんですよ。イタリアテイストがない。ない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 、何もないよ。基本的な日本、そう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 、トラディショナルな日本の、うん、だからほら、さっきも言ったけどさ、ジャニーが一人でやってる時にこう開けて閉めちゃう人も多かったし、この当時はやっぱりちょっと外国人の子ちょっと恥ずかしいとか、日本語わかんのかなとか、うん、でもほらジャニーにしてみればちょっと
ショックはショックじゃない、寂しいですね、寂しい感じがするよね、ストレスだし。でメニューにどんどんちょっとイタリアチックなものを取り入れれば、あ、イタリア人なのねっていうのはなんとなく浸透していくじゃん、元はそれだよ、元々はもう自分たちのためにもやりやすくしないといけなかったし、でほらお客さんもさ、そんな外人なんかやるよって言うんじゃないんだけど、こうなんか開けて閉めちゃうっていうのも、もうあってね、なんかまあ同じ日本人として気持ちは分かるんだけど、だから自分たちのためにも良かったんだよ、こういう風になって。そうそうそう、だから最初はそういうちょっとなんかあれが、なんかそれが強みにもなって、そう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 、だからやって良かったよね、あのやり続けて、もうちょっともうちょっとみたいな感じでやって、今思えば良かったよ。僕結構勘違いしてたかもしれないですけど、なんかラーメンでイタリアンがおしゃれみたい な、そんなんじゃないよそんなね、そんな生優しくないよ、あったんですね、苦労がね、当たり前じゃないですか、そんな生優しい店じゃないですよ、いやいや、ラーメンイタリアンおしゃれみたいな感じかと思ったらいや、そういう風にでも捉えてくれる人も、うん、だから今となってはそういう捉え方する人もいるけど、うん、そうそうそう、若い子とかね、ずっと振り返ってみたら、そこは、うんうん、最初からそんなおしゃれでやってみたんだって、そうだね、そう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 、そういう風な、うん、盗みながら生まれてきたんです、うん、そりゃそうだよ。奥さんの、なんか見えたり、娘夢、はい、ジャニーさんと二人で話した、夢ね、夢ってもうさ、夢見る年はもう終わってるから、まあ健康で、まあ店を続けられればもう本当それで十分だよ、本当に。まあこうやってやってる日々が本当続いたらいいなみたいな、そうだね、なるべく長くね、そう、もう子供から私の友達は私ロマから見たから、みんなローマファン、ラツィオファン、私ユベントスでも6歳くらいからもうユベントスファン、だからもう50年、50年間ユベントスの、そう、もうできない、変わる、クルマ変わるできる、バイク変わるできる、ガールフレンド変わるできる、でもさ、サッカーチームできないのそう、一番上は優しいやる、それは味の素スタジアム、え、これ本物、本物、そうそう、もうサインもある、すごい、デルピー選手はイベント数にいた、ね、ゾーテヨエ中田もいましたよね、中田ユエ、ローマ中田ローマでもあ、そうだ、イベント数の時に2点取ったんですねそうそうそう、それ本当にそうです、そうです、中田一番良かったわ、私一番好き、海外はイタリア語もすごい上手でしょ私よりうまい本当素晴らしい、びっくりした、彼のイタリア語は、もし私、彼今後ろいる、喋れる、私分からない、日本人かイタリア人今もやっぱサッカー見るんですか、見る見る、まあ見る、時間合わないわ、あ、そっかそっか、いつも夜中だから、そのハイライトだけ、うん、あと見ない、もしやる私見ない、すごい緊張する、いつもユベントスゲームいつも見ない、私緊張するから、そうだから、もし例えば、あ、今もう3対0は見る、でももし、もし0対0もう全然見ない、見ない、へえ、見ない、いつも例えばその2006年のそのワールドカップの時、大体優勝、決勝で、そう決勝、そのフランスとした時ですよね、私渋谷行った、はい、お店バー、私と奥さん、あと友達、私全然見なかった、ずっとこのスタイル、あとピケの時は私トイレって言った、そうそう、ずっと笑ってる、ワールドカップ見たい、渋谷ずっとトイレの中って言った、
そうなんですね、うん、よっぽど好きなんですね、だからいつも日曜日の、なんか月曜日、いつもゲームの後朝携帯見る、うん、すごい緊張するし、負けた負けてない日本のラーメンってどう思いました最初。あ、知らなかった、私この食べ物、やだし日本のものは食べ物を寿司だけ私言ってた。あ、ラーメンというものを知らない、知らなかった、本当に日本の食べ物全然知らなかった2000年の。あ、最初は食べたその辛味噌ラーメン食べた、こっちへ、あれからもいつもそれ食べる、いつも辛味噌ラーメン、いつも味噌、味噌私大好き、どこ行くのできればいつも味噌食べる、いろんなラーメン屋さんでも、そうそう、豚骨食べないなんて、豚骨食べないんですか、合わない、私私は博多ラーメンで豚骨ラーメンばかり、あ、してる、してる、うん、博多ラーメン、博多ラーメン、いや、もう豚骨を何回食べたらいつもお腹調子悪いから、もうあれからもう食べない